はいどうも、まなぶ18号です。ドラフト1位、西純也投手が、阪神タイガースと仮契約しました。イェイ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 ね、まあもちろんね、まあもちろんするでしょうけども、まあ嬉しいニュース、契約金1億円、出来高、3000万円、まあその契約金の使い道はと聞かれますと、西投手、弟が高校に入学するので、家族のために使いたいって、いやめちゃくちゃええ子やないかい。まあ俺なんて家族に、まあ妹いますけども、まあ妹に何もしてあげられませんでしたからね。もうなんやったら昔妹に金借りたことありますからね。まあ、売れてない芸人時代ですけども、ごめん、ちょっと金貸してくれへんってね、まあ、って名前出してしまいましたけども、いや、なんていう素晴らしい好青年、弟のためにね、金を出す西投手、一方、妹に金貸してくれへんってね、頼み込む、まなぶ18号。いや、この差は一体なんや、ほんま。まあ、そんなね、まあ、素晴らしい西投手の、一問一答いきましょう。目標はと聞かれますと、1年目から、1軍の試合で、1試合でも多く投げることを、目標にしています。どんな選手になりたいか、小さな頃からの、憧れである、前田健太投手のような投手になれるよう頑張っていきたいです。ね。前健、先発関東型にね、なりたいとね、言ってくれてます。具体的な数字、タイトルの目標はと聞かれますと、数字、タイトルは、あまりないですけども、コンスタントに結果が残せるピッチャーになれたらいいなと思っています。いや、新人王行きましょうね。大船渡高校佐々木投手、星稜奥川投手らについて、アンダー18でも、一緒にプレーさせてもらって、それまでも自分は、実力的にも、いろいろ負けていると思っていたんですけども、まだまだあの二人には足りない、負けている部分が分かった。これから活かしていけるように、頑張っていきたいと、思っていますということです。そして、阪神タイガースのイメージはとね、まあ、聞かれますと、上昇軍団、毎年強いイメージがあります。うん。いや、これは違いますよ。うん。上昇軍団ではございません。ね。西投手、リップサービスかな。いや、ほんま好青年ね。素晴らしいできた子でございますね。ありがとうございます。そして、阪神ファンの皆さんも熱いと思いますがとね、まあ、聞かれますと、12球団の中でも、熱狂的なファンの方々が、いらっしゃると思うので、ファンの方々を喜ばせれるようなピッチングができればと思っています。阪神ファンに一言、自分がプロの舞台で、自分らしいピッチングをしているところを、見ていただけたらいいなと思っています。応援よろしくお願いしますってね。いや、ほんまにね。いや、ほんまにいい子。いや、ほんま応援してあげたい。甲子園でね。甲子園で勝ってね。あのガッツポーズ見たいね。そしてね、まあ、阪神はね、今、高知県、秋キャンプでね、まあ、頑張ってますけども、山本昌臨時コーチが、ほんまにね、阪神の投手陣にね、いいアドバイスをしてくれて、まあ、藤浪投手にね、リリースポイントの感覚をね、まあ、叩き込んでくれました。まあ、そのアドバイスを受けて、実際に投げてみた藤浪投手、あれだけ前で、ボールを離せたのは久しぶり、いい時のストレート、投げることができましたってね。いや、これあるよ復活ありえますよ、山本昌さんのおかげで。いや、ほんまにね、期待したい。もう藤浪投手なしでは、まあ優勝ありえないと言ってもね、まあ過言ではありませんので、まあどうか藤浪くん、山本昌さんのね、話を聞いてね、もういっぱい吸収してください。お願いしますよね。まあ岩貞投手もね、まあ山本昌さんに、スクリューボール、伝家の宝刀スクリューボールをね、教わってますので、いや、これはね、左のエースの岩貞投手の復活と、右のエースの、藤浪晋太郎投手の復活があれば、阪神タイガース、優勝ですよ。はい、ということで、まあ、オフシーズン、いや、めっちゃ寂しいですけども、まあね、まあ、キャンプ情報とか、阪神タイガースのね、まあ、新しい情報があれば、まあ、随時ね、まあ、この動画で喋っていきたいと思いますので、まあ、その時はよろしくお願いします。ということで、まあ、今日のとこは、以上でございます。どうもありがとうございました。はい。